ンの美味しいレストラン。ウェルカム、ハッファン。コーヒー、スイーツ、バーガー、タコス、グリル。コーヒー飲み。コーヒー飲みましょう。沖縄に来ました。マンチーズファクトリー。え、マンチーズファクトリーって読む？マンチーズファクトリー。マンチーズファクトリーで、これで読み方違ったら。テイクアウト。何食べるんだったっけ。いや、どうしよう。でもなんかコーヒーにしたから甘いのもいい。甘いのこれだね。私多分回すの上手。この声は余計。はい。てれーん、お昼ご飯です。サービスエリアに行きたかったんですけど、高速なぜか乗れなかったのでポテトとタコスをこちらのお店で買いました。はい。私は、ソイラテのバニラシロップ追加アイスコーヒーでございます。では目的地まであと少しなので、車で出発前に食べてから行きまーす。うん、うん、おいしい。うん、いただきまーす。え、一つ言ってた無理だって。行け、行くんだ。うん、うん、うん、ケバブみたいな。うん、ちょっと辛い。うん、うん、うわ、美味しいね。タコスいいかも。うん。てかさ、皮が薄いじゃん。そうそうそう。だからほぼゼロじゃん。そう。だからほぼ小麦食べてないようなもんだよね。あ、カロリーがゼロ。うん。だいぶ、あ、そこそこそこ。どれ？やってる。お金入れてる。回してる。取ってる。何買ったんだろう。なんだろう。多分ね、しょうもない猫のおもちゃだよ。あ、自分で入れたんだろう。お待たせ。遅かったね。ごめん、ちょっと話してて。誰と？仕事の電話。遅かった。忙しいの最近。忙しいってもんじゃないよ。泊まり込みだよ。何かと連絡を付き合ってくれた。うん、彼のためだから。そうだよね。私が一番だよね、優先順位だよね。こうやってやるやつ。お腹空いてきた。よく見るやつだよね。じゃあ行こっか。綺麗だよ。でもまださ、紅葉にはちょっと早いね。もうちょっと10月末、11月頭だね。今日そしたら私混んでるよ、多分。もっと紅葉見たい人たちで、紅葉見に行こうよって。え、あれ違った。カエル化かな、これ。カエル化かな、さすがに。ちょ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 、これはね、これ養殖。あ、そうなんだ。これは徳島さんです。徳島さん、うん、これは尻尾の方から食べていけばいいんですか。あ、どっちでもいいよ。わかりました。どっちでもいいよ、好きな。いただきます。みんないただきます。どうでした？美味しいよ。美味しい、うん、お店の方が言ったみたいに結構、うん、塩分。口に塩をつけてお腹太っちゃ選んでくれた。
結構時間かかりましたね。はい、4時間かかりました。ちょっともう駐車場に着いた時点で他の観光客の方が一人もいない状態で、もう夕日が差し込んでるなので本当にこういうとこって街灯ないじゃん、危ないので早めに2時間かけて歩こうと思ったんですけど、1時間以内に無理そうだったら引き返すっていうプランに変更します。はい、いけるかな。あのなんていうの、その通りだわねえ、めっちゃもう気持ちいい。気が全然違うよ、うん、てか服装正解うちら。わ、うん、だってもう何にもないよ。うん、だから早めに切り上げまーす。はい、頑張るぞー。いいじゃんここ、最高だよ。テレレレテレレレテレ。なんで雨降ってきた？え？なんかいきなりさ、日が落ちた。すんだ。わー、キャンプ行きたい。雨降んなかった今。ほらほらほら、よく見てよく見て、雨降ってるから。え、これから滝行こうっていう時に雨降り出す。え、滝ダメかな。下行く、うん、川行く。じゃあさ、逆に登りに登ってみる車で。え、でもこっち行ったら降りるだけだよ。うん、歩くの危ないから、もう車で降りてくしかないんじゃない。ブルースブルースブルースドライブスルーある。あるよ。スタバゲットしました。アメリカンワッフルにしました。で、なんだっけ、パンプキンバスプリンチーズケーキ。はい、もう一個マシマシで。はい、いただきます。いただきます。かわいい、怪しいね。もう声ひよった。1ミリも動いてないよ、5分くらい。あれなんだっけ、トークテーマは、こういう渋滞してる時とかに話すトークテーマ、友達とも好きな人とも。 MBTI 診断の話と、なんかさ、 MBTI 知りたいじゃん、向こうの。知りたい。なんかさ、相性とかあるじゃん、占いとかもそうだけど。気にする？いや、勝手に好きになるから。おー、なんかさ、やらせたいけどさ、あれ結構長いじゃん。長い、50問くらいあるもんね。やらせ、まあディズニーとかだったらいいか。うん、まあ1時間でできる。だってさ、あれ20分以内に答えてくださいみたいなルールあるじゃん。あ、ほら、そう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 。やばい、咀嚼音ね、ASMR だよ。何の食べる音でしょうか。当ててください。ん、こういうのいいの、寿司。いいよ。カリカリ梅でした。すごいよ、もう酸味の香りが。さっきは変なロバンなんか。そう、本当にやばかった。あれ何だったんだろう。なあ、本当に臭い。窓開けると臭い匂いで、もう嗅いだことない匂いだよね。だから今口呼吸なんです。でも左側見てください皆さん、すごく夕日が綺麗だからお願い、左側を見て。あ、私の肉団子がいつになってもさ、まんのこの匂い、もう涙が止まらないんだけど。え、何喋んだろうね。だからさっきのあれだよね、コミュ力を上げたい。そう、さっきカメラ回ってない時にお互いにコミュ力を上げたいから、コミュ力がある人ってどういう人なんだろうって、何を喋るネタにしてるのかなって
でもさ、自分はさ、じゃあ質問されるのは嬉しい。そこまで親しくない人に、好きなタイプはとか聞かれるの嬉しい。同性だったら話しやすいかも。とか自分、私さ、こういう人がタイプなんだけどさ、カレンちゃんどうとか、なんか自分の話をした上で、あ、自分の話をやっぱすればいいんだ、そっか。でもさ、自分の話をするって勇気いらない？いる。え、だから本当に仲良くなりたいと思わなきゃできない。そうそうそうなの。私とゆうってどうやって仲良くなった？うん、不思議だよね、だって最初の頃喋ってなかったでしょ。どうだったの？私絶対喋らない物静かな子って思ってたもんね。言ってたね、それ、だから多分関わることないかもしれない、このままってくらい喋んなかった。なんだろうね、何きっかけだったんだっけな。そうだ、一緒にトワイス踊ってたよね。確かに。なんだろうね。え、懐かしい。なんか踊ってたよね。え、踊ってたし、撮ってたし、ね、なんかミクチャでうちらで3で待って外しヘビーでブラシでテレレレテテレレレ悲惨だった。本当に全学校にぐるぐる書いてさ、夏でもさ、この前思ったんだけど、好きなタイプってさ、変わんのかな。人変わるんじゃない？価値観が変わっていくじゃん、大人になって。変わったのかしら。いや、変わってなくない？好きなタイプって何？え、好きな系統ってあるじゃん。あー、顔とか雰囲気とか、なんか私は塩顔がもう昔から好きじゃん。そうだね、そうだね。それ変わってないのよ、別に。あの、現実世界で好きになるの全然塩じゃないよね。そうだね、結構醤油あれ濃すぎないけど、濃い。そう、顔。私何顔とかないかも。何顔なんだろう。わし顔。わし鼻が高い人がいたでしょ。そうそう、鼻高い人。だって考えて、私はお付き合いするんだったら、結婚したい人、それは一緒じゃん、考え、結婚をしない相手と、結婚したいと思ってない相手と付き合う時間もったいないし、こうやって若くいられてるのも限られた時間だから、その時間をいかにその人と大事に過ごせるかが重要じゃない、だからその人と結婚したいし、いずれは子供も欲しいわけ、だから私はすごく鼻が低いことがコンプレックスなのね、だから結婚する相手が鼻が高かったら、鼻が高いと低いで割ったら、子供はさいい感じの鼻か高く生まれるじゃん、向こうに引っ張られてくれれば、って思うじゃん、だから遺伝とか考えるじゃん、子供の考える。でもさ、でも高校生とかそんな考えてるのキモいよね。キモい？高校生じゃないでしょ。高校生の時から考えてた、鼻高い人と結婚したら。それはそうよ。そうよ、だから私も外国人と結婚するって決めてたの。で、塩顔好きなのに。え、そうだよ、ハーフの子が欲しいから。あー、なるほどね。でも、変わんのよ。変わってんだ、じゃあ二人とも。変わってないよ、私、あれ。いや、だから、実際、好きになる人は全然自分の理想とはちょっと違ったりするわけじゃん。そうだね。で、その人でもいいやって思えちゃうの、ラブ。だから結局見た目とかそういうタイプの話じゃなくて、その人と馬が合うかとか価値観が合うかとか、そういう中身なんだよね、結局は。そう、だから顔と中身どっちが大事みたいなさ、ああいうのあるじゃん、でも結局は中身で選んで、中身が素敵な人と結婚したいとかってやっと動くんじゃない？およそ 700m 先、200m の渋滞が発生しています。通過に5分ほどかかります。もう5分よく経ってる、経ってる。皆さん大丈夫ですか？おはよう、朝だよ。セプテンバー、調子はどうだい？ちゃんと学校行ってるかい？私はね。